はい、どうもことです。今回はね、デジモンのオープニングテーマのバタフライの解説をしていきます。チューニングはレギュラーチューニングでいきます。じゃあ早速イントロのバッキングから解説をしていきます。はい、ここは全部パワーコードですね。じゃあルートノートをフレットで言っていきます。最初が5弦の7フレットで、次5弦の5フレットですね。でここが4フレットに行きます。これの繰り返しです。右手はずっとオルタネイトで、間にカッティングを挟んでます。ここで左手ミュートして全弦軽く触れる感じで、じゃあ次リードパートをやっていきます。はい、これ下にタブ札すんでゆっくり弾きます。はい、これ始めがハンマリングして、そのままプリングオフします。トリルですね。一回だけ弾いて左手の指だけで音出してます。ここ小指が難しかったらここでも大丈夫です。3弦の7フレット、じゃあ次 A メロいきます。これも基本的にパワーコードで、右手のブリッジミュートを使ってます。この手の手刀でここのブリッジ側を軽く押さえて倍音消します。でもルートの音をフレットで言っていきます。最初が6弦の開放ですね。この2フレットから4フレットにスライドしてます。4フレットから5フレット、ここが5弦の3フレット5フレットです。ここゆっくり下にタブ札します。はい、じゃあ次 B メロいきます。はい、じゃあこれルートの音フレット出てきます。これもパワーコードの右手ブリッジミュートですね、基本的に。でも下にタブ風出します。はい、じゃあ最後サビいきます。
じゃあこれも下にタブ札します。ゆっくり弾きます。はい、じゃあ今回はこんな感じで終わります。よかったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。